カーののブランド名の一つであり1934年からナビスコが製造しているアメリカ合衆国外では、親会社のモンデリーズ・インターナショナルが製造している。丸い形で、片面に軽く、塩味がついており、円はギザギザになっている。一度に食べると考えられる、約5枚あたり、熱量 79kcal、タンパク質 1g、脂質 4g が含まれている。 全粒粉のタイプでは7 0ロカロリー、脂質は2 5グラムとなる。リッツは1934年11月21日に初めて販売されたクラッカーである。発売元のナビスコによると、富や魅力のイメージを呼び起こすため、ザリッツカールトンにちなんで名付けられたとされる。販売されているリッツのタイプには、通常、低塩、低脂肪、全粒粉、シナモン味等がある。 アメリカ合衆国とカナダでは2枚の小型のリッツの間に様々なフィリングを挟んだリッツビッツサンドイッチが売られている。フィリングにはチーズ、ピーナッツバター、スモア等がある。1990年代初めと2000年代初めにはピザ味が売られていた。プレーンのリッツビッツも売られている。また、こんがりと焼いたリッツトースティドチップスや細長いリッツスティックスも販売されている。 カナダでも通常庭園、庭園。2016年9月にモンデリーズ社製リッツが発売された当時の日本のスーパーマーケットのビスケット売り場。リッツの実質的な後継商品である山崎ビスケットのルバンは売り切れている。日本では山崎のビスコの創業第1号の商品として1971年から販売が開始された。また、阪神。 淡路大震災後に保存食として注目が集まったことから5年間保存可能な L サイズと S サイズの缶入りも販売されていた。現在は山崎ビスケットが後継品のクラッカー、ルバンの缶入りを販売している。なお、2017年4月時点の日本市場ではモンデリーズジャパンは缶入りのリッツを販売していない。山崎ナビスコとナビスコとの資本関係がなくなった。 あとも、ナビスコとのライセンス契約商品として、山崎ナビスコが製造、販売していたが、2016年9月1日をもって、モンデリーズとのライセンス契約が終了し、山崎ナビスコでの製造、販売が終了した。それ以降は、モンデリーズの日本法人である、モンデリーズジャパンから、製造、販売されている。チーズサンドリッツも、同社からの製造、販売になった。 リッツカスタードサンドは前半となり、2017年3月より、山崎ビスケットのルバンカスタードサンドとして復活。山崎ナビスコでの製造は日本国内の工場で行っていたが、モンデリーズジャパンでの製造はインドネシアジャカルタ郊外の工場で行われ、輸入販売となる。パッケージはモンデリーズへの移行後は、山崎ナビスコ時代のイメージを残して新たなものに変わった。 CM 出演者、編集山崎のビスコモンデリーズジャパン。ありがとうございます。